こんにちは、岩田明子です。今日は改良枕というものを使って後ろで手結びをしなくていい名古屋帯の結び方をご説明いたします。まずお太鼓部分を畳の上で作っていき、それを背中につけて完成させます。今回は畳の上で初めての方でも綺麗なお太鼓部分を作る方法を解説します。ではご説明していきます。まずご用意いただくのが名古屋帯、こちら、後ろに柄があるお太鼓になっていまして、名古屋帯というのは、途中から半分の幅に縫われていたりするものです。3メーター40センチから60センチぐらいの長さがあります。でこちら改良枕といいまして、帯をお太鼓を作る普通の枕に台がついたものになります。で帯締めと帯揚げと、あとクリップの大きいものと小さいものが2つと仮紐ですね。では進めてまいります。帯は表が下、表が畳側になるように、裏が上ですね。で垂れといってお太鼓になる方が左側に来るように置きます。で改良枕を通していきます。これは下が割れているタイプなので、縫い止まりという三角形に縫われている場所で直角に折って挟みます。でこの時点で柄を確認します。で柄を見てみたら少し下に行き過ぎているので、枕の位置を上にします。その場合はここの縫われているところから、例えば5センチ上げようと思えば5センチぐらいのところを一緒に持って、自分で直角三角形を作っていただく感じですね。三角形を作ります。で柄を確認します。これぐらいで良いと思います。で位置が決まったら止めておきます。でこちらの先の方は、抜き出しても下に収めておいても落ち着く方で結構です。収まりがいい方で合わせてください。ここで大事なことは、枕がここの帯幅の中心に来ていること、このように傾いたりせずまっすぐになっていることが大切です。で帯揚げをかけていきます。帯揚げは長さの中心を枕の中心に重ねて、枕分ぐらい、ちょうど2対1ぐらいの割合で挟んでおきます。でここで余りがないようにきっちりと下ろしていきます。で仮紐をこの改良枕の ここにお布団みたいなのがついてるんですけれども、その下線ぐらいに置きます。で紐を軸にして折り上げていきます。ここで、畳の上でお太鼓を作っている状態です。でここを垂れというんですけれども、垂れの長さは人差し指1本分が目安です。で大きさが決まったら小さい方のクリップで紐のすぐ上、この垂れまで3枚ですね、3枚を留めておきます。ここまでご覧いただきありがとうございます。この続き、帯を背中につけて名古屋帯のお太鼓結びを完成させるまでは次の動画で詳しくご案内いたします。ぜひチャンネル登録をしていただき、次の動画でお会いいたしましょう。